おはようございます。大家早上好。いや、久しく家で弾いてない、ニコですね。今日はっていうか、昨日、レッスンするときに思いついたことを、ここで皆さんとシェアします。中央音楽学院の二胡検定練習曲、まあ二級の練習曲に一番ですね、第一ポジションで弾くものがあって、それ最初は G 調、その次は F 調で、また G 調に戻っているのがあるんですね。G 調っていうのは、まあメジャーのいわゆる長調ですね。メジャーの調ですね。F 調っていうのはマイナーの調、短調ですね。まあどっちかっていうと、イメージ的にはそのメジャーの調はですね、私の中で農耕民族、オーソドックスのね、感じがするんです。そしてマイナーのキー、短調はですね、遊牧民のこと、意味します。例えばこの第2級の練習曲1番、最初は G ね。ここまでは G で長調ですね、メジャーの調で、次はね F に変わるわけだから、なんとなく暗い ね、これがまあ遊牧民の感じ。で、ここからまた G に変わる。こうやってなんとなくね、今は遊牧民だ、今は農耕民族だと思って弾くと楽しくなれるかなと思って、皆さんとシェアをします。ご参考までにね。
全然そう思えないよ。それでも、まあ結構です。それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。2校受講生を募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料体験レッスンもあります。興味のある方はご連絡ください。お気軽に。それではごきげんよう。さようなら。再见。